まだまだトランポリンでの撮影になります。ゲットエアさんです。ゲットエアさんは概要欄に情報貼っとくんで皆さん行ってみてくださいね。どうもきょんちゃんです。どこ向けて言ってんの？そうだよな。ただ向けて困らせてやったぜ。どうもきょんちゃんです。はい、まだです。どうもさくちゃんです。ひなちゃんです。えいじょしです。しおです。はい、という感じで僕から隠れてください。はいはい、はい、ちょっと待って、はいはい。今回まあゲットエアさんを貸し切ってみんなで隠れもしたいと思います。僕が皆さんのことを探しに行きます。10分で見つけます。皆さんのことを見つけられたら皆さんに罰ゲームです。人として汚くてみそぼらしいことをしてください。筋肉出てくるだけですから。1分後に探しに行きます。この俺から逃げ切っていただきます。余裕だぜ。見つかったらここまで戻ってきてください。とりあえずよいよいや早い。制限時間10分なので、お店経営してる分いい場所知ってるからね。あそこに隠れ、俺はもうあそこしかない。11時50分までに見つけます。ここでしょ、隠れんのはここでしょ、ここ危ない。行って。ここはなかなか開けないと思うんですね。戦略がいた。どうしよう、俺隠れるとこねえわ。でも、あえて隣にも隠れてるっていう。お、あの4、3、2、1、スタート。覚悟してみろ、クソガキども。10分以内に見つけなきゃいけないんで、ものすごいスピードで探しに行きます。俺言い忘れたんだけど、スタッフしか入れない扉の中とかはマジでやめてほしいんだよね。ジャッシュさんたち絶対強いでしょ。ピットらしいよね。こういうピットの中にいる可能性があると思う。物にやたらに飛び込んでったらさ、なんか誰か死にそうだしね。10分って結構やばくね。本気出されたら終わるんだけど。ちょ待って、ピットだ。あ、いや、あいたピットだよね、きっと。いや、もうピットしかないでしょ。ピットに埋もれられたら見つけるのクソ大変じゃん。そこ駆け出すだけで結構時間かかっちゃう。どうしよう、探った方がいいかな、ピット。いや、ちょっと違うとこ行こう。絶対本気出しに来てるもんね、みんな。え、一人も見つかんないってどういうこと？え、全然見つかんないんだけど。え、じゃスタッフオンリーのとことか絶対ダメっすよ。いたー。あー、見つかったー。すげー、ここ見つかるんだ。まだでも一人目、これ。まだ一人目っすよ。俺お店経営してるのにさ、一番むずい場所選んだつもりなんだけど。そうっていう感じで、一番強敵のジャッシュさんを捕まえることができたんですが、え、スタッフオンリーとか言ってないよね。やばい、あと6分しかない。え、無理だよ。ちょ待って、もうダメ元でここのピット入ってみるか。怪我しないでよ。ちょっと入ってて怪我とかしないでよ。え、なんかいるな、なんかいるぞ。クマじゃね、これ。くしゃー、イエーイ。さっき一回諦めたのに、お前よっしゃー、アフロ見つけたー。怪しいぞ。ちょ、クマ、こん中に誰かいる？これはお前あれだよ、探してみたばかり。ねえ、なんかユイちゃんとか言ってさ、踏んづけるのが一番困るんだけど。ちょっとピットにはいないか、ここは。生まれて我慢してて、なんか後で文句言っても困るよ、俺。ちょっと待って、ピットってだけで体力すげえ削られる。やばい、絶対3分ぐらい使って、絶対間に合わないじゃん、俺。ちょっと待って、やっぱみんな、これ見つかんないと良くないぞ。絶対見つけてやるよ。俺のジャスだけみたいだね。負けたな。何してんの、みんな。いいことないよ、ちゃんと隠れても。エレベーターとかダメだよ。立ち入り禁止とか。トイレとかなしだよ。いない。うわっ、やった。乾杯じゃん。タイム来ちゃいました。ちょっとじゃあもうワンチャンス。一応脳幹ね、ここから見つかっても。罰ゲームだよ、罰ゲーム。でもジャスちゃん弱かったね、ここの人なのに。あと4分時間をもらった。いや、マジ見つけらんねえ、マジで。いや、待って、隠れられる場所なくね？どうしよう、これで全然納得いかないとこ隠れてたら。いたー、ゆいちゃんいたー。見つかっちゃったー。そっから覗けるのね。じゃあ、ゆいちゃん罰ゲームね。あと誰が見つかってないの？実は時間もう過ぎちゃってるから、俺の負けなの。ちくしょう、じゃあ
ゆいちゃん見つけたし、ギブアップ。お二人とも出てきてください。ハロー。いやもうそれずるいっすよ。ここの人じゃなきゃ無理でしょそれ。っていう感じで見つけました。あえ嘘。あのギブアップは嘘です。いや、やられた。嘘です、ごめんなさい。あの、オッケーです。オッケー。サトイロ君終了。もう俺のギブアップだよ。キョンさん、さっき俺に踏んづけられて大丈夫だった？めっちゃ踏んづけられた。マジかよ。もう俺のギブアップだから出てきて。おはよう。おはよう。俺めっちゃ踏んづけたでしょ。うん。わかんないよ。初めて負けた、こういうので。やったぜ。という感じで、負けたー。いや、ちょっと自分で設けたルールでなんなんすけど、ちょっと納得いかないっす、マジで。まあ、ちょっとまあ、いろんなことがあったけど、僕の負け。負けだ。まず認めるところから始めよう。そう。正確に何割みたいな。あと身長。頭皮は問題ねえよ。っていう感じで、今回コラボしたサトイロさんのチャンネルやジャスさんのチャンネルは概要欄に URL 貼っときます。皆さんぜひ飛んで見に来てみてください。僕らも説明してます。ありがとうございます。なんか人生恥さらしたみたいな。そうですね。はい。面白いことじゃなくて恥さらすこと。恥さらしてもらって、なんかじゃあ振ってください。小島よしろ。お、俺が。クマだよ。でもそんなの関係ねえ。クマではねえよ。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。十分恥、あんたでしょ。大丈夫ですか？俺だったら死にたくなりますよ。